はいどうも、サオでございます。今回はミトラスフィアのね、ガチャをね、まあ、ある分だけ回そうと思うんですが、ちょっと先にね、引いたガチャがね、動画とね、スクショ分で20連あるのでご覧ください。はい、というわけでね、あのね、防具がね、五術の防具が出てしまったので、防具のですね、ミトラの五術の剣が欲しいんですよ。これかな？縦剣。まず、10連目はね、30連目か、はこちら引こうかなと思います。行きましょう。これですね。これ、クリスタルイーター。剣ですね。レジェンド1個だけだったっぽいですね。まあ、これは、いいでしょう。なんだこれ。はい、それでは、ミトラシリーズをね、狙っていきましょう。10連、GO。まあね、どの職業もね、大差ないというかね、強い弱いないので、まあ、このゲームスタミナなくて、まあ、平均的に育てようかなと思ってます。まあ、いくらね、やってもスタミナ減らないんで、育成できるというか。お、いいんじゃない？お、レジェンド来ましたね。確定演出ですね。光るところはね、レインボーになりますね。レジェンドだと。まあ、ここでレジェンドになる場合もあるんですけど。おっと、なんか逆になってない？あ、来ました。レジェンドが、いや、これは持ってる。もう一個来い。OK。なんかこう、やっぱり剣に寄ってしまってるので、俺は剣をやるべき。レジェンド切った。ああ、これは回復のレジェンドですね。お、縦剣です。いいぞ。いい、レジェンド来た。まあ、10% なんで出るっちゃ出ますよね。お、また魔道具だ。まあいい引きなんじゃないでしょうかということで、まあ、これちょっと気になる。物理ダメージ大、ヒット時回避アップ、5%。まあいいんじゃないですかね。ね、これ回復かな。クルタイム16秒の回復。まあ、結構使いやすいですね。ちょっとね、縦剣なんだって。まあ、縦剣出なかったら50師はね、諦めます。まあ、ガチャ引いちゃいましたけどね。さあ来い。縦剣なんだよ。俺は50始めたい。まあ、リスナーで当てろって話なんですけど。まあ、剣でいいかなと思って。おっと、これは低いんじゃないか。まあ、確定じゃないんでね、恐ろしいとこではあるんですけど。さあ、レア2から始まりまして、レア3も出なくて、レア3、レア3、弓。弓はやるつもりないかな、でも。メインでは。来た、レジェンド。おっと、これは、聖道士か。聖道士の回復ミトラですね。まあ、いい流れなんだけど、本当に後日、これ物欲センサーが発動。レジェンド、後日来い。おっと、剣だ、また。悪くないんだけど、他のゲームに比べてみれば、やっぱり、確率非常によろしいですね。これはキラー系か。さあ、後日をね。さあ、ここでも落ちるときに確定が分かりますけれども。どうですか？ピンに光るのは分かってるんだ。お、いいですね。いいけど、レジェンドなれ。ならない。さあ、後日は出るのか。出なかったらリベンジしようかな。お、来た、レジェンド。来い、後日。まあ、後日だけど、ミトラではない。まあ、流れ来てんじゃない？この調子で後日に寄ってくれるといいんですけど。あ、レジェンドじゃない。魔道具。レジェンドじゃない。つえ。やっぱり物欲センサーありますよね。まあ、セドシーは全然嬉しいんですけど。聖道士、もう来た、レジェンド。来い、ミトラの後日が来ない。魔道具多くない？おー、強い。これはなんだっけな。無事、物流ダメージダウン、デバフですね。まあ、持続時間25秒だから、ちょっと、短いかな。あれ、回復なんだよ、ミトラって。ミトラの後日、本当に必須クラスだと思うんで、まあ、これで出なかったら、リスタめて、頑張ります。さあ、
ここでレジェンドに3つくっついてる。ならない。これはもうそろそろ出ない回ありますよね、レジェンド。さすがに。2個ずつぐらい出ちゃってるから、さすがに収縮、確率のね、収縮がされると思うんですけど、あ、これくっついてたから次も金だろ。あ、ちょっと。レジェンドになった、あ、レジェンドだ。来た、こいつじゃないつえ。あ、まあでも常に寄ってくれてるから、あの精度師やるってのもありなんですよね。精度後日、アタッカーでやっていこうかな。でもこれ結局引き的には、剣士でやるしかないかもしれないですね、これ。アースロット、あ、これ杖あれ。杖って言った、あれだわ。精度師じゃないわ、これ。普通に。魔術師だ。魔導士か。さあ、ラスト、確定。来い。さあ、こんなに引いてんだから確定は来ない。でもさっき確定演出ありましたけどね。さあ、ミドラー後日、または防具ね。まあ、もともと棒がみんな狙ってるのもね、狙いとしては言わないんですけど、4つ。さあ、最後、ミトラが出てくれると助かるんだが、回復ないと、後日できない。それでは後日できない、後日できない。まあ、道具。レジェンド来い、レジェンド来い。来なさそう。これ、来ないかい。はい、次かな。違ったね。いやもうこれ望み薄でしょ。あ、ダメだった。護術が出なかったね。ちょっとね、今回はミトラのねピックアップなのでね、まあ引けるまで引きたいかなって思います。あー、出なかったね、マジで。はい、ということで、なんか最初下りましたが、まあ引きとしては良かったんじゃないでしょうかということで、どれ引いたか見てみようかな。ミトラ出たけどって感じかな。これはこれ後日のレジェンドか。回復がね、どうしよっかな。まあ、ちょっと後日はできないかな、これだと。HP 回復付与 20%。 まあ弱めの後日だったらできるから、まあ、育ててみるのもありでしょうということでね。まあね、ジョブはこういう風にあのガチャの結果によって決めていくのがいいかなって思います、ぶっちゃけ。でね、やっぱり武器はこれ剣になんか偏ってしまったので、僕は剣術メインの護術あたりやっていこうかなって思います。それでは次回はあのジョブのね、強点弱い点まとめる動画撮ろうかなと思うので、チャンネル登録してください。また生放送もしてるので、そちらもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。